土御門ゆうは、戦国時代から安土桃山時代にかけての苦行、恩苗氏。恩苗党、土御門ゆ治春の子。官位は、樹三味、悲三儀、恩苗頭、行武教。道場家である、土御門家三十代当主。天文十一年、戦乱が続き疲弊した京を離れ、所領の若さ国な他省に退いていた、ゆうは、 陰陽頭としての職務を放棄していたため、同じく、相模国の大使、宝城氏綱を頼って下っていた鴨の死刑、陰陽氏の苦行、壁での工事財富が、陰陽頭の職務を代行するために刑に、呼び戻された。土御門どゆうおさむを経て伝わってきた、安倍の生命の断経血チ脈は、宇田源氏家やの工事家の子で、倉橋家の養子となった、倉橋勇気と、 その息子で、土見門家の養子となった、土見角安酒への代で断絶している。しかし、言うの娘が、荷重寺春と世の妻になり子を残しているため、荷重寺家とその血脈を組むいくつかの道場区下、家族の子孫が現存する。現在の土見門家、倉橋家当主はいずれも、共に4回も、女系を経た桃園ではあるが、土見門言うの血脈を組んでいる。 また、金城天皇をはじめとする皇室も、この系譜に連なる。ありがとうございます。